活躍待ちです。待てます。準決勝第2試合、テダコ VS RFA。首都高でも準優勝して、全国大会、スーパーマンチプレイヤー。日本のこのスーパーマンチプレイヤーになりました、RFA。イルキーでも、まあ当然のように準決勝まで残ってきております。そして、テダコ、なんとかここで RFA。殺したい。お互いはギリギリの読み合い。ケダコもリストを地味に恐れながら大胆に技を振っていく。いい怪我され、アイオンダウンを一で当てての状況を作る。スラは無理やり出したね。頑張らして、暴れ潰し、これはしね、立ち合いがどれに噛み合った。まず一本選手はケダコ、おっとお帰りなさい。さて、ちょっとでも遠くから縦色まで落としていく。無理やり荒らしているようにも見えるけど、これぐらいしかやることがない。いい手体験。RF は丁寧に対処していきたいところ。さて、相打ち。実利はどれ。巻いてないで、爆弾。あー、これは連続ヒットしない。細かく牽制ダメージ積み重ねて残り1割。なんと、スキーワウトガードで起きてるができる。最後は愛に打ち勝った。これで 1-1。第3ラウンド、2敗。ワインワークの選択肢、練ってあります。あれ、勝ち前横地区。ジャンプゲームからしっかりアドリブでコンボ。うわ、山田さん、ごめん、失敗。最後、しかし、当然のように、連携止め、ロッピー、ワンチャン来たか、来たかも、来たかも。なんか来るだろう。アーレフ、跳ね返す。何も起こらない。まだ起こらない。そして何も起こらないまま終了。勝ったのはアーレフ。